こんにちは。こんにちは。今日は松田デミオ。はい。年式は平成21年7月です。じゃあまだ最初の車検が来てないですね。そうです。はい。まだ来てません。グレードは 134V です。走行距離は？走行距離が4万キロですね。4万キロ。はい。はい。これはうちのお客様に、はい、あの新車か。から乗っていただいてたお車で、はい、まあ、ご家族 の、 あのニーズに、はい、ニーズの変更ですかね。そうですね、まあ、もうちょっとあの、はい、広いお子様を乗せたりとかっていう事情で、はい、まあ、お乗り換えが、はい、ということで、まあ、綺麗ですよね。綺麗でもいいですし、本当に外装も、はい、内装もオイル交換とかもまめに、まめに、はい、うちの方でさせていただいてた車なんで、うん、タバコも吸われてはないですしね。そうですね、禁煙車で、はい、あと、はい、スマートキーとかオートライトとかオートエアコンとかのパッケージの分なんですよ、新車の。はいはいはい。だからこれですね。そうですね、それですね。これを持っとけばドアがもうボタンで開けれて、はい、エンジンもかけれる、かけれると、火を刺す必要がないという、はい、で、あとオートマが CVT ですよね、これ。そうですね、 CVT なんで、結構デミオンまた燃費いいんですよね、これ。はい、いいみたいですね。 1300cc で CVT のこのグレードって結構実は燃費が良かったりするんですよ、はい、車が軽い感じがしますよね、フットワークがいいというか。あ、言われてました、軽いっていうのは、うん、はい。だから非常に軽快、うん、まあ、若い男性女性問わず運転しやすいと思うし、うね、はい、お子様を乗せて奥様が運転されても全然いいですね。色もパールホワイトなんで。そうですね、綺麗な、はい。でオーディオは CD がついてます、はい、メーターは、まあ、写真とかも撮ってますんで見ていただいたらと思うんです。タコメーターがついてないグレードもあるそうです、ね。ああ、そうですか、はい、で 13CV はついてる、ちゃんとついてるっていう。まあ13CV 結構出てるグレードだと思うんですよ。 ね、それでそこに、まあ、オートライトとかオートワイパーの、はい、あのパッケージングも、そうですね、スマートキーのところ、はい、ね、あとプライバシーガラスもちょっと見えにくいんですけど、はい、ついてます。で室内のこの黒の感じも落ち着いて、落ち着いてていいですね、いいですね、うん、まあぜひこれも試乗できますんで、はい、一度乗りに来ていただいて、はい、おデミオ意外といいなということがきっと、そうですね、思っていただけるところはあると思いますんで、はい、まあぜひ、はい、ご検討いただければと思います。はい、じゃあいいですかね。はい、はい、ありがとうございます。